はい、どうも。ずいぶん経ってしまいましたが、だいぶ前にですね、窓枠マスキングシールがついてないやつで、窓枠マスキングどういう風にすればしてますかみたいな、コメントをいただいていたので、もうだいぶ間が空いてしまいましたが、最近またカーモデルの方をバシバシやってますので、紹介していきたいかなと思います。といっても、別に大した、こう、特別なことをしているわけではありません。結局、手間はかかるにはかかるので、その辺はご理解いただければなと思います。別に裏技的なことをっていうわけでもないと思うんで。また、このカメラのね、都合でね、また途中で切れちゃったりするかもしれないので、何回かに分けるかもしれません。用意するのは、ちょっと細めのマスキング。まあ自分10ミリ、今パッと手に、手元にあるのは10ミリのやつなんで、この10ミリのやつと、あとタミヤの曲線マスキングですね。これと、あとはまあ何種類かマスキングテープの太さがあるといいかなと思います。じゃあやっていきましょう。これちなみに今回のやつはですね、テーマを使うのはですね、このタミヤの GTO です。で、まあ、メーカーとかね、形状とかによって、ちょっといろいろ違ったりとかするので、一概には言えないんですけど、まあ、自分は大体こんな感じでやってますという風で紹介していきたいかなと思います。まずはじめに、自分は一発では塗りません。大体2回か3回ぐらいに分けて、こういうタイプのやつはやってます。まずですね、この GTO のやつだと、このサイドウィンドウのところ、映ってるかな?サイドウィンドウのところと、ここの部分が黒くなるので、まずは先にこの横のところをね、このピラーというか、に合わせて貼ります。よいしょ。ちょっと手が汚いんで、マスキングテープも汚くなっちゃってますけど、あとクリアパート下向いてるじゃねえか、傷つくじゃねえかとか、そういうことはちょっと、今回はそういうのはなしでお願いします。で、次に、太めのマスキングテープ。今、ここで、一義目をしたと思ってください。このラインで切るよっていう意味の。横に貼ります。わ、手汚ねえな。ちょっと待って。ちょっとこれは汚すぎる。横貼ります。この時に、この横のマスキングテープ、さっきここのラインっていう意味合いでつけた、ここのラインをはみ出さないようにこうやって貼ります。貼って折り返して、で、ここの、今こう爪でカリカリやりましたけど、ここのラインがちょうど A ピラーの、このガラスパーツの曲がるところになるので、ここにデザインナイフの刃を入れます。大丈夫かな。もうちょっと奥でもいいか。もうちょっと奥でもいいかな。この辺でいいかな。今こうやって切り直してますけど、このデザインナイフで切った刃が残っちゃうことがあるので、切った刃の跡が残っちゃうかもしれないので、その辺は気をつけてくださいね。なるべく目立たないようにってやってもらうといいかなと思います。要はピラーで隠れるようにやってもらうといいと思います。ちなみに自分こう普通の実写のパーツというか部分での名称で呼んでますけど、皆さん伝わってますかね?それがちょっと心配になる時はあるんだけど。要はその車の部品の名前とか VV の名前で言ってたりすることがあるので、それで、何それっていうことがあるかもしれませんので、もしそういうことがあったらね、言ってもらえれば、ちょっとそのうちやろうかなとは思ってるんですけど、そういうことをやっていきたいかなと思います。で、GTO これに関しては横のところのもうクロセラのラインはもうほとんどフロントガラスから見えないので、まああんまり気にしなくてもいいかもしれないですけど、横のラインがあるやつもありますので、まあそれはね、ちょっとリアガラスのところで紹介しようかなと思います。で、ちょっと細めのマスキングテープを、ちょっと長めに切って、
で、この、すりガラスみたいになってる彫刻ありますよね。これで言うと、あ、汚い爪楊枝だけど、ここのラインですね。映ってるかな?このラインに合わせてマスキングテープを貼っていくんですが、この時に一直線に貼ろうとするんじゃなくて、ちょっと余裕を持たせて、ここのところにですね、こう、沿わせるような感じで、まあ、完全な曲線になる必要はないかなと思うんですけど、なるべく曲線を合わせてね、こうやって貼っていきます。で、この時にちゃんとしっかり押さえつけておかないと、この隙間からね、塗料が入ったりとかしますので、こうやって押さえて、で、次、上側のところ、こっちを曲線マスキング使います。この曲線マスキング自分あんまり好きじゃないんですけど、まあ、ここに関しては曲線マスキングが一番いいかなと思うので、曲線マスキングを使いますが、よいしょ。で、今度は、上側のラインはこの曲線マスキングの曲がる修正を使って貼っていきます。で、なんで上を紙マスキングにしないかっていうと、紙マスキングでもできるとは思うんです。例えば、3ミリとか細いやつであれば。ただそうすると結局何回か貼り直さなきゃいけなくなったりとかするので、そういうこともあるので自分は曲線マスキングを使います。こっちの上側の方だけね。で、さっきのここの A ピラーのとこでここで切りましたよね。ここに合わせてデザインナイフの刃を入れます。で、そしたら、この曲線マスキング経験上ほぼほぼ浮きます。なので浮かないようにマスキングテープでマスキングテープを押さえてあげるっていう意味合いも込めてこうやってやります。あとこのやり方だったら紙缶スプレーでのマスキング塗装でもねできると思います。自分今エアブラシ使ってるんであれなんですけど、缶スプレー時代の時はもうずっとこれをやってこういう風にしてました。で、もし缶スプレーの、吹き込みが怖いなっていうことであれば、この段階で、外側もね、マスキングしてあげるといいかなと思います。で、この段階で、ちょっとこれ、まあ、綺麗にね、隙間ができちゃってるんですけど、ここはもう自分は気にせずに行きます。大体ワイパーで隠れちゃうからいいんじゃないっていうのが感じなんですけど、もしね、気になるよという方は、今回ちょっと今パッと手に入、手元にあるのは10ミリのしかないのであれなんですけど、5ミリの紙マスキングでもいけるかなと思いますけど、なんで下側を、ま、曲線マスキング使わないかというと、曲線マスキングでもいいんですけど、さっきも言った通り、自分の経験上これね、自分の貼り方も悪いんだと思うんですけど、ほぼほぼ剥がれちゃうので、なのであまり好きじゃないんです。なので、紙マスキングでやります。今何分 ?8 分か。ちょっと多分ね、次リアの方をやっていきたいと思うんですが、多分ね、途中で切れちゃうと思いますので、一回ここで切ります。ご視聴いただきありがとうございます。明日はこのリアの方をね、まあ、このまま続きで撮影はしますけども、公開は次の日っていう風になるかなと思いますんで、ご理解ください。ご視聴いただきありがとうございました。